ラルモディ博物館、またはアルムリン博物館は、スペイン・バレンシア州バレンシア県シャティバにある博物館。ラルモディ、またはアルムリンと呼ばれる14世紀のゴシック様式の建物に入っている。1917年に博物館として開館した。建物が完成した頃のシャティバシャティバは、ヨーロッパにおける初期の紙生産の中心地であった。また、 ボルジア家出身の第209代ローマ教皇カリストス3世と第214代ローマ教皇アレクサンデル6世の出身地であり17世紀に活躍したバロック画家ホセデリベーラーもシャティバ出身であるこの建物はバレンシアゴシック様式によって1530年から1548年に建設され建設当初は小麦の貯蔵販売施設だった 建物の上階は、小麦の貯蔵に、下階は、小麦の販売に用いられ、この状態は20世紀初頭まで続いた。この建物が、ラルモディ博物館となったのは1917年のことである。上下逆さまのフェリペ5世の肖像画スペイン、継承戦争中の1707年6月6日、スペインフランス連合軍によって、シャティバ包囲が行われ、フェリペ5世は、 シャティバの街を焼き払うように命じた上に、街の名称を、自身の名にちなむサン・フェリッペに解消するように命じた。ラルモディ博物館には、フェリッペ5世の肖像画が、わざと上下逆さまの状態で展示されており、これは1961年まで館長を務めたカルロス・サルソー・カレレスが、シャティバ包囲に対する非難の意味でこの状態とした。カルロス・サルソー・カレレスは、 スペイン王室の一員が三度謝罪をするまでは、フェリペ5世の肖像画は上下逆さまのままだと語っている。ありがとうございます。